はい、えー、笹川です休日もたっぷり楽しみまして、あのー、CPS コンティニューションパッシングスタイルに置き換えた N プロログのコンパイラーなんですけどもようやく,ようやくあの三つ数字が見えてきまして、えー、とあの簡単な動くんですよ9相当ぐらいまで動くようになったんですけども、えー、とこのちょっとややこしい Q デリートですねこれあの N クイーンのところに使ってちょっと入り組んだややこしいコードなんですけどもバックトラックをね えっとこれ今ちょっとやってますけれどもねバックトラックするとねこんな感じでそのえっ、ー、と複数回を出してくれるんですけどもこれをね えー、コンパイラでどうするんだってずっと考えてたんですよ、一人だとなかなか考えまとまらないんで、例によってチャット GPT にいろいろと疑問を投げつけて、まあ、チャット GPT もあんまりよく分かってないみたいなんだけども、ああだこうだ答えてくるもんですんで、こうじゃないのか、あじゃないのかって、そうするうちにだんだん自分の頭が整理されてきて、ああ、そういうことなんだなというところに今、あの思い至ったんですけどもね。 えーと今まではねインタープリタンのところでこの辺の工夫をしたんだけどもだんだん思い出してきてあこれねあの失敗失敗をするってことにもプロ,ログの中においてはね2つあるんですよ完全失敗とあの部分失敗強制失敗っていうのかなあのなんか思い出してきましてねっていうのはそのこの旧デリートの場合はですね えと複数回があり得るんですよ。であの強制的にバックトラックあセミコロンを押すことによってその全数回を求めてるんですけどもということはあの失敗にも2つあってこの2つの、えー、コードですね Q デリート最初の方の、えー、と実語と2番目の説との2つが両方ともインフィケーションしない場合には完全失敗なんですけれども、えー、と1つ求まって でそれで、えー、と強制的にバックトラックさせる時には、えー、まだ可能性が残っているのでもう1回呼び出さなきゃいけなかったってところに、うん、気がついてあそこかと思ってなんか、あのー、予約なんか突破したって感じなんですけどもね。えー、というのは、えー、とエクステンションのところに CPS の仕組み入れておいたんですがこうやったら片手落ちなんですね。あのー コール P で成功したときには次の継続を求めてどんどん進めていくんですけれども、えー、さっきの Q デリートみたいに強制的に失敗するみたいなケースもあってその時きにはコール P が、えー、ノーを返すようにしていたんですけれども脳ののにもにすぐに諦めちゃいけないんですねあのまだ可能性は残っているので脳を返してきてももう一回あの、えー、とコール P を実行すると。 いいいうにしななきゃいけないで完全にアウトなときていうのは NPFAILS、えっという前別の記号を導入しててでいえ、ね、のはまだ可能性がある失敗で、NP、n p l ェイルスっていうのは完全失敗2つの場合がありまして、えっと、実行を全部試してみたけどどれもユニファイしないっていうのが完全失敗だしもう1つは、えっと、バッあのカットカットを入れておいて それで強制的にバックトラックしたときには、えー、それはもうあの試行錯誤しないので完全失敗なんです。あ、そっか、NPL フェイルスなんて記,あの記号入れてたの自分でもやったんだけども、もう何年も経ったのすっかり忘れてました、えー。ということは、コンパイラーの生成コードで、 を実があるいは説をコンパイルしていってで最後のところに、えー、とリターン NPL フェイルスというのを入れて完全失敗というふうに、えー、する必要があるんですねそれから、えー、とカットを生じさせるコードの時にはあのカット後でアフターカットの部分を呼び出したときに、えー、強制バックトラックしたときにはやっぱり NPL フェイルスというのを呼び出して完全失敗、えー、そこでその この CPS のところでコール P のところが NPL フェルスだったら完全にノーなんだけれどもこれが部分失敗のノーの時にはもう一回試すというふうなことでねあの、まあ、ちょうどプロ,ログっていうのはね人生七転び八億みたいなもんでして一回や二回失敗したぐらいではね プロ,ログといいうのは諦めないんですよ、あのー、完全失敗に至るまでは何回でもバックトラックして試行錯誤するもんですから、えー、とインタープリータの時にもだいぶなんか頭を苦労しながらあ,のー、あそっかそういうことかってやっとわかったぞみたいなね、えー、でこの手のことっていうのは、ね、かんあの書いてないんですよあのこういう入門書みたいなところにはであのやっとこう あの時もね、インタープリッター作った時もね、相当苦労しながら、ああ、そういうことかってんで、だいぶあの試行錯誤したようなのを思い出したんですけども、やっとなんか、あの時の感覚を思い出してきて、あだんだん分かってきた、よし、じゃあもうちょいだなみたいな、えー、ところです、えー。なかなか楽しみますね、頭の体操でね。<laughs> じゃあ